はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。モンスターハンターダブルクロス実況プレイ。今日はこちらのクエストいきましょう。ハローイグンレイということで、四天王初戦、ライゼックス、いきたいと思います。いやー、多分長く険しい戦いになるでしょうね。果たして、どれぐらい時間がかかるのか、交互期待。言えてない。交互期待。いきましょう。よし。さあ、ライゼックスさん、お久しぶりーす。チーズ。あれ頭黄色だったっけ。おう、ちょっとライゼックスはね、正直あんまり攻撃パターン覚えてない。正直あんまり覚えてないですね。なんでちょっと慎重に立ち回りながらやってこうかなと。で、あといろいろ確認しながらね、やってこうかなと思うわけで、ただライゼックスはあんまりあれなんですよね、あんまりその硬くないので、割とこの武器装備合ってるんじゃないかなっていう気はしてる。でも相変わらずかっこいいっすね、やっぱ。さすがライゼックスって感じ。いや、ライゼックスはやっぱ通常カラーが一番かっこいいと僕は思ってますけど。さあ、どういう攻撃が来るんでしたっけ？そういうので、覚えてない。とりあえず、落として乗っかって、オッケー。なんかライゼックスって全然記憶ないな。ライゼックス全然記憶ないんですよね。なんでなんだろう。なんか、タマミツネとかガムートとか、ディノバルトはまあまあなんか覚えてるんですけど、なんかライズだけ全然ね、あんまり記憶ないというか、ちょっと頭がいい。もう頭全然攻撃してないんですけど、頭がいいとは、いかに。うん、一回引こう。見えない。まあ、でも、言うて、四天王 G 級ですから、それはさすがにね、あんまり、舐めてかかったら、痛い目見ますよ。今の何？甘神って言わないの？甘ヒットっていうのかな？なんつうの？いやーん。入ったけど、見えないよ。どこが何してるのかわかんないよ。さあ、とりあえず一回入って、一回引きましょうか。さあ、でもだいぶ、今のところ、まず、あ、死ぬ、それ。おう。これ、あ、ちなみにこの手前のやつを集めた方がいい。言ってましたね。そんな届くんだっけ、その攻撃。ちょっと痺れてますね。痺れてますよ。痺れてる状態なんで。あー、届く。ちょっと一回相手のペースになるとだいぶあれですね。なかなか、ライゼックスって。うわ、そんな飛んでこられたっけ。いい、なんかちょっとひるんだ。ちょっとどっかが、そしてどっかが壊れた。いいよ、悪くないよ。あんまりなんか無意味に突っ込んでいく必要性はない。うん、ナイス防御つつ。ちょっとでも行きたくなっちゃうな。ちょっと行けそうだから行きたくなっちゃうけど、ちょっと割と慎重に立ち回ってった方がいい気はする。一回引く。はい、しっかり回復しながら、割と短期決戦臭いな。はい、一回ちょっとドン引きして、痛い。なんでかわしたのかな。当たらない、一回引く。はい、ずいーは、さすがにこれは厳しい。ちょっとこれは、やばい。スタミナがない。はい。とりあえず、これつけて、で、はい、上見ながら、盆踊りじゃないけど、盆踊りエクサンター、しっかり当てていく。なんだ、はい、ビリビリ、斜め45度。はい。ちょっと微妙に。いいだ、なんか、割と、いやー、だから斜め45度に入っちゃってるんですよね、それ。そんなぴったり斜め45度なんですよね。残念ながら。はいー。あ、そういうのあったっけ？あ、それ知らない。はー、今、緊急会議入ったと思ったんだけど、ダメでしたか？残念でしたね。もうちょっと、あと、
あと2回ぐらいで、おい早っ、え、まっという間なんですけど、マジで。こんなと下がって、脆かったでしたっけ、痛い。ちょっとやばい、ダメダメダメ、落ち着いて、落ち着いて、ダメだよ。そんな、ご利用しできるような実力ないよ。ちゃんと身の丈先輩。身の丈先輩だよ。もって身の丈先輩大事だよ。見えないよ。はい。カメラワーク大事。あー、やばい。おい。はい、飛んで、かわされて、当たって、微妙に、当たってくれる、ライゼクスさんの優しいところ。いった、あー、置き攻め？あ、ちょっ、なんかね、あれですね、尻尾の扱いが、なんか覚えてないですね、単純に。あ、ナイス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 落とし？ナイス落としなんだけど、ちょっとタイミングが結構微妙かった。届かない。真正面！乗りダメは稼いではいるが、ちょっとまだ、かわされる！はっ！あぶね！入った。乗りダメ入ってると思うんだけど、ふん！よく見た、今のはよく見た、よく待った。ああ、入らないですね。入らないですね。落ちないですね。いった。一回撤収、一回撤収、一回撤収。一回撤収、盆踊り。胴体、頭。胴体。ふん、ふん。はん。いや、でもまあ、割と戦えてるよね。割と戦えてるよね。なんか割と良さげじゃないですか、意外と。意外と良くないですか？なんかもうちょっと、苦戦するかなと思ったんですけど、四天王なんで。はい。装備のおかげやな。間違いないね。装備のおかげですね。ほっ。ちょっと確実に、なにギザミ？マジ？やだ。やだ、ギザミやだ。ギザミ嫌い。ギザミ嫌い、マジで。早いから嫌い。ちょっと早すぎじゃないか、この2匹。ちょ。一回このターンに。はぁー！もう来た！ほらほらー！ほら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 ー！ぶね、怖っ！ちょ、痛い。これは一回マジで離れた方がいいまであるぞ、これ。あ、でもどっか行ってくれる。優しい。ギザミは優しい。やっぱあれですね。刻みと違ってギザミは優しいですね。じゃあそれまた間違えてんの。ザザミ、あ、そういうノータイム。あーん、尻尾。どう引かれた、マジ引きつけられた。じゃあ引きつけられたんだったら責任取ってよねっていう、そういうやつ。どこ真正面だけど、まあでもこれは、あえて、ここに居座ることによって、でもちょっと待って、ライゼクスってさ、あ、聞くのか。いや、聞かねえんじゃねえかなってちょっと思ったんですけど、ただ怒り状態臭かった。一回引く。一回ちょっと回復しようかな。でもだいぶかなりか戦えてますからね、今のところ。はい、どっか行く。はい、しっかりそれ読んで、しっかり錬金やる。で、ピカピカしてるのがそこにあったけど、あるけど、どうだろう、間に合うかな。ちょっとギザミ先輩じゃあね。へぇー、ギザミ見てた今。ギザミ先輩帰って、早く帰って。ギザミ先輩早く帰って、入って、邪魔だから。もうギザミはマジで優しい、本当に。ギザミマジで優しいんだけど、ちょっと狭いぞ、ここ。割と狭いね。やっぱしかもで、結構微妙にダメージ食らってる、意外と。はい、ここ。足元くぐっちゃって、赤通る。もう2回いた。あー、ちょ、待って、二段なんか、ピヨってた。ちょっと待って、全然よくわかんないタイミングでピヨってた。はい。ライゼの攻撃が止むのを待とうみたいな、そういう性格。あ、疲れてますね。当たらない。なんか尻尾も切れていいと思うんだけどね、そろそろね。
あー逃げる。マジ。エキスハンター、なんか食ってる。なんか食ってる。なんか食ってる。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。お食事中失礼しまーす。お食事中失礼しまーす。なんか結構でも入ってそうですよね。あ、ちょ、何今の。さあ、くたびれた毛が切れて、ちょっとここは逆になんか、あ、な、あ、尻尾切れた。いや、だいぶダメージは入ってる。おーおーおー、落ちてきた。いや、入ってるよ。いいよ、足元、綺麗にアンチに入ってるよ。ふい。ふい。ふい。落とした？落としてない。やっぱでもさすがの HP ですよね、やっぱこの辺は。さすが G 級って感じ。こんだけガリガリ入れてても、あん。待って。マジか。マジか。そこまで行く、マジか。どうしよう。ちょっとこの辺地形全然わかんないから、どこ行ったらいいかわかんない。トゥートゥーンじゃなくてさ。ちょっと尻尾借りたいな。やっちゃっていい。さすがに悠長。あ、いけた。オッケー。いけた。しっかり動きを見て。はい。ビリビリ。赤だけ取っといて、取りやすいうちに取っといて、届かない。はい、で、赤回収、そうで、ついでに白取って、で、ついでに白取って、で、ついでに白取って、よーし。危ねえ、マジで。で、しかもしっかり綺麗にかわしてましたね、今ね。ほっ。もう一回乗れるか、ワンちゃん。ちょ、まといたいけど、まとうのは後かな。ふっ。あ、なんか分かってきた。いいね。なんか、見えない、こう、空間の把握をして、しっかり避けられるのは、なんか、慣れてきてる証拠かな。まあ、調子乗るとまたそうやってさ、一気に強いわけですよ。そういうもんですよ。装備の、もう分かんない。ほっ、あ、ダメだった。ちょっと角度があれだしたね。あのさ、なんかこう、壁越しにさ、自分の自キャラが、あ、マジ？マジもう終わり？もう終わりかよ。ちょっとまだ遊ぼうぜ。ちょっとライトちゃんよ。もう終わりかよ。ちょっと悲しいな。あ、寝てた。見つけた。ちょ、ごめん。ガチ迷子だった。ガチ迷子。見つけるの苦労しましたね。はい。せーの。落とし穴に、セット！起きろ！起きろ、さっさと。目の前の穴に、そして、かからないだと。かからないだと。ちょ、待てよ、待てよ。ちょ、待てよ。ちょ、待てよ。ちょ、待て。ダッサ。なにこれ。視線の。俺、ライゼックスが見た目一番好きなのに。お茶目すぎるだろ、マジで。マジか。割と、思いのほかあっさりだったんですけど、やっぱこれも装備の賜物ですね。間違いないっす。もう G 級装備のおかげっすね。本当に、本当それしか言えないのかってぐらい言ってますけど、でも割とマジでそうだと思います。クエストクリア。うん。降臨超高圧電光、もう痛そうとかじゃない。スーパーマサラ人でも耐えられなさそう。あ、新鎧玉来ましたね。あ、風化した守りも来た。はい。狂剣、大鎧、竜騎馬はいらないかな。ホーンズコイン、剣観光、感電光みたいな。強欲爪。はい。で、超電幕。なんで一個一個読んでるんですかね。これ何？鋭利の爪って初めて見たんですけど。やったぜ。さあ、行くぜ！一発勝負！神尾馬、ドン！うん、色が、なんか、くすんでますね。ドン！うん。
サクッと、お、18分48秒、なかなか早かったんじゃないですか。特殊許可クエスト、静電集はですね、二つなライゼックスですね。はい。ということで、じゃあ次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。バイバイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。昨日お知らせした通り、ポケットモンスターサン&ムーンの公式生放送に出演することが決定しました。来週の日曜日4月23日の夜6時スタートです。ニコニコ生放送ぜひ見に来てください。詳しくはお知らせ動画を見てね。あったかくして寝ろよ。